はい、お疲れ様です。まあ、今回はね、逆境の使い方ですよね。まあ、あの、天気とも言えるんですけども、天気ってのは、まあ、マイナスだった状態を天気ってものを通じて、プラスに持っていく、その瞬間のことだと思うんですけども、まあ、そもそもね、その民主主義っていうものがどういうことかっていうと、少数派が多数派に変わっていく、そのプロセスのことを民主主義っていうらしいんですよ。少数派が永遠に少数派であって、多数派が永遠に多数派であるっていうことは、これは、 独裁とか支配っていう形になると思いますけどもその多数と少数がいつでも入れ替わるっていうのがねこの資本主義の面白いところであるんじゃないかなと思いますでギャンブルっていうのも資本主義にすごく似ていてギャンブルって、まあ、どんなに金持ちでもどんなに貧乏な人でもその同じ確率に向かって勝負するんですよねしかもその確率っていうのはものすごく偏ってるわけなんですよね、大金持ちと貧乏人がじゃあたった1回の サイコロの長範で勝負するとなるととななこれはは確率はゴブゴブなんですよねでも10万回とか100万回っていう勝負ができるんだったらこれはどん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 勝負は五分五分になっていくわけなんですよでも10万回100万回やる前にどちらかの資金が尽きるか寿命が尽きるかして確率っていうのにいつでもいつまでたっても近づけないっていうところにこのギャンブルのねトリックがあるわけですよね。ギャンブルっってていうのは確率論とか期待値ってありますけども 確率の期待値っていうのはそれこそ万という単位でやってからこそのその数字に落ち着くってことですからそれこそね何十回何百回やるうちにはまだ偏りの範疇なんだろうなって考えるんですよね。まあ、つまりはどんなに統計やそれから確率効率を労しても偏い色の中で、まあ、人は勝負してるんだなと思いますね。で自分のことと、と、をを振りり返るるるやっぱある時期を切り取ると 私は金もなくて商売どうしようもない人間なんですよね。ある時期を切り取ると。でも人生全部を切り取っていくとまだ分かりません。まあ、ですので今日までの人生を切り取っていきます。おおむね二十歳半ばから、二十代半ばからこの49歳というところを切り取っていくとトータルではプラスなんですよね。でもある時期を切るとマイナス。うん、だから自分の人生がどうしても行き詰まってるなとかここで終わりじゃないかなって思った時に待てよと。あと10年。 自分に時間が残されているとしたらその10年で今の状況を打開できるチャンスは見つけられないから10年あったら何かものできるんじゃないかなって考えていくとかじゃあ10年で難しければ20年としたらどうかなっていうふうに考えていくと3040で自分の人生を諦めそうになった時のなんかちょっと励みになるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね7080になってあと10年あったらとかあと20年あったらっていうの考えにくいんで、まあ、その時はね思い詰めてしまうかもしれません私の理屈だったら。 まあでも天気っていうのは自分がそう思えば必ず手に入ると思うんですよね。まあ最後に昨日連絡いただいた塾生さんの例を紹介します。その塾生さんはね、お金の状態が悪いんでやっぱり即可熟参加していろいろとトライしたんですよ。でもまたね、ちょっとこう精神的にダメージを受けることがあって、あの、またね、転落したらしいんですよね。で、こんな自分にもうね、ビジネスする その、ネタなんてないし、せっかく YouTube をやってたんだけども、こんな状態だったら、もうみんなが恨ましがるような話はできないよ、と。で、話したとしたらそれ嘘になっちゃうと。自分の状況が悪いんで、みたいなことで、まあ、愚痴みたいなね、メッセージいただいたんですよね。そこに私が回答したんですよ。何言ってんのと。転落した瞬間ってのは、チャンスは美味しいんだよ、と。だってね、まあその方をね、A さんと呼びますけども、A さんは結局成功者になるんだよ。 その成功者が上りの階段ばかりよりも、いや、こんな苦しい時期があったんだけども、こんな大転落をしたんだけども、でもそこから一つの転機を得て、今の地位に上り詰めました。何回も何回も資産を失ったけども、その度に、即解塾の名言、最悪の時こそ最善を尽くせという言葉を思い出してやってみたら、なんとかそういったあ転落を跳ねのけることができて今に至るんだよ。 これは投資のチャート値、ね、動きのように、落ちたら上がる、落ちたら上がるを繰り返していって、それでだんだんと高値を切り上げていって、安値を切り上げていったんだよと、ね、とね。まあそういうふうに伝えましたけどね。まあ痛く感動して、そうだよね、漫画でも絶対主人公ピンチになるもんね、いうふうに言ってました。そうなんですよ。人間はね、調子がいい時こそ油断して体勢を崩し、体勢を崩した時にまた緻密に積み上げて、自分の傷を 治癒して癒しししてていく。その繰り返しなんですよね。ドカーンと失敗した時に自分から手を離してしまえばそこで終わりなんですよ。でもやっぱりもう一回ねどん底から這い上がる気持ちで立ち向かっていけばそもそも落ちる前のところまでは戻れるんですよ。そこまでは実力だったんでね。でそこまで戻れば谷から這い上がったっていうその力が今度は新しい上昇の原動力になるんだと。まあつまりそれが天気なんじゃないかなっていうふうに。 思うんですよねまあマージャンテンから今みたいになるということもあるし天気ってのはあるもんだなと思いますちなみに明日の天気は全国的に曇りということでございます皆さんご安全に、うん